アイテム番号 SCP-165JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル SCP-165JP は完全な収容には至っていません。 SCP-165JP への精神状態を良好に保つため最低1名の職員が割り当てられます。説明。 SCP-165JP はかつて SCP-JP の収容に利用されていたアクリル製の一般的な生物収容セルです。その内部に存在する人間を SCP-165JP-A と呼称します。 SCP-165JP は外部からの干渉を受け付けません。入り口や物品の通入り口は完全に塞がれており、内部から変化を加えることも不可能であると考えられています。SCP-165JP 内部に SCP-165JP-A が存在しない場合、午前8時前後に SCP-165JP-A が発生します。SCP-165JP-A は人間であり、外部から何らかの方法で転移したものと考えられています。失踪者リストとの一致あり、また SCP-165JP-A はすべての場合において新品かつ茶色の傘を所持した状態で現れます。加えて SCP-165JP-A は食事や排泄、睡眠も必要とせず疲労の兆候も示しません。それについての複数回にわたるインタビューにもかかわらず、興味がない、以上の具体的な回答は得られていません。午前0時前後から午前6時前後まで2センチメートル前後の氷粒が発生します。これらは秒速16メートルほどで SCP-165JP 天井部から出現し、底部に接触した時点で消失します。SCP-165JP-A は氷粒発生の数分前に傘を差し、氷粒が止むと傘を畳みます。この行動について SCP-165JP-A は、氷が降るから傘を差す、といったコメントをしますが、実際にそれ以上の強制力がないことに注意してください。氷粒によって傘布の約 50% が失われる、または厨房の損傷等で傘の機能が大幅に失われた場合、SCP-165JP-A は傘と共に消失します。その他氷粒の発生時に傘を差さない、傘を投げ捨てる、などの行為によっても消失することが確認されています。消失した SCP-165JP-A は発見されていません。会話記録 165JP。 録音開始。年、月、日、22。小塚研究員、気分はどうだ？ SCP-165JP-A、変わらないよ。やることないから恐ろしく暇だけどね。SCP-165JP-A。せめてこの傘の色だけでも変わってくれれば気分も変わるんだけど。小塚研究員、茶色じゃご不満か。SCP-165JP-A。もちろん、もう少し明るい色の方がいいね。それとこの安っぽさが気に入らない。2000円もしないなこれは。小塚研究員、そうは言ってもな。使うの嫌か？ SCP-165JP-A。そんなことはない。それに、お前が困るだろ。小塚研究員。ああ。できれば使ってもらえると嬉しい。すまない。時間だ。SCP-165JP-A。行ってらっしゃい。また来てくれるのを待ってるよ。録音終了。録音開始。年、月、日。22。 SCP-165JP-A、 ついにこの時が、って感じだね。小塚研究員、そうだな。 SCP-165JP-A、 あ、いいよ気を使わなくて。そんなに気にしてない。 SCP-165JP-A、 ここに来ちゃった時点で覚悟は決めたし、傘ももうボロボロだし、あちこち痛むし。小塚研究員、すまない。SCP-165JP-A、 感謝したいくらいだよ。知り合いがいて、そういや、最後まで数字で呼ばなかったな。小塚研究員、そりゃお前、SCP-165JP-A、 ははは、ごめんごめん怒るなって。感謝ついでに一つ、
SCP-165JTA。確か小塚ってあんまり傘刺さないよな。小塚研究員。やぶから棒に。あんまり傘は使わんな。SCP-165JTA。小雨だなと思っても使った方がいい。高い傘じゃなくてもいいから。ビニール傘はおすすめしないけど。SCP-165JTA。わかる。小塚研究員。わからん。SCP-165JTA。そのうちわかるさ。録音終了。